皆様ごきげんよう、ボンバモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国のお話となります。フィクションとしてお楽しみください。はい、今日はリクエストリーディングです。クルド人問題、なんかね、埼玉の川口かなり大変なことになってるみたいですけれどもねえ実際はどうなっていくのかを見ていきたいと思います。はい、じゃあ鈴で浄化していきます。まあクルド人問題が日本側から見てどうなっていくのか、それをね、今日はこのルノルマンカードで、はい、見ていきましょう。まあね、YouTube とかで、ね、出ているのを見る限りはかなりひどいというかね、悪質だよね。まあそのあたりもカードが教えてくれるといいなと思っていて、はい、じゃあ見ていきましょうね。さて、じゃあね、はい、クルド人問題、さてさて船が出たよ、そりゃ来たよね、はい、たくさんの人が来ましたみたいな、来ましたよ。はい、そして今花束、そして未来がリング、まあこれね、今日本側からっていう感じでね、見ているつもりです。ちょっとね、どうかな。はい、いいえ、これアドバイス、いいえってことは家に帰りなさいってことなのかいはい、そしてこちらが、こっち側、いわゆるこうクルド人側の気持ちとか、そしてこちら右側が、まあ、私たち日本人とか、まあ、川口の方、そして実際この問題が私たち日本側から見てどうなっていくのか、はい、見ていきます。じゃあ行きましょうね。タワー、ね、守ってくれるって言われてもね、私たちにはあなたたちを守る義務はないよもう日本側は棺桶が出てるからね。いやー、よっぽどやっぱひどいんじゃないですかね。こう川口っていう、まあ、市がこう本当に人口減少していくでしょうね。はい、そして私たち日本側から見てどうなるのか、手紙、はい、じゃああと1枚ずつ出していきます。船と鳥、まあね、それはそれは呼び寄せてきたよね、こう仲間が仲間をね。はい、花束と魚、これってさ、まあ、クルドの方からするとそりゃ天国だよね。お金もらえてなんかいろいろ優遇されてみたいな。はい、そしてリングと男性、変な約束しないでほしいんだけどね、市長とかはい、家とライダー、ね、まあこれが帰ることになるのか、ね、日本に住むことになるのか、はい、
こちらが、まあね、クルドの方が、タワーとね、フォックス。まあこれね、プリデントといって、なんかこう、偽るとかね、まあ嘘をつくとか、まあそういうカードが、いわゆる、まあタワーっていう国の象徴とか権力を表すカードと一緒に出ていって、そしてまあ川口の方、まあ、私たち日本人が棺桶と太陽を取り戻したいっていうことでいいのかな。今本当にこう夜とかも日本人の人歩かなかったりするのかもしれませんね。こうもう昼間の明るい時間だけとか、もしくはもう本当にこう今までの生活を取り戻したいっていうふうに思ってるのかもしれない。ということで、はい、日本側から見た結論が、十字架クロス、またすっごいカードが出ましたね。後ほど補助カードでちょっと使うかもしれないので置いときます。さてと、そうね、ちょっと嫌な予感がするかな。というのも、まあこれがね、例えば、なんかリング、これ、仕事の意味もあるんですよ。結婚っていう意味だけじゃなくて、契約ごととか、どこかときちんとこう契約をしますとか、法的な意味もあるっていう意味があって、でこの男性っていうのが、私がもうピンときたのが市長かなって思ったんだけど、なんか市長がね、いわゆるこの、まあ、国民の声を無視してとか、そうだね、こう国民の声を聞かずに何かこう条約を成立させるとかね、クルド人の何かをね、でそれがこう、なんか正しいものならいいんですよね。こういう時にはきちんと帰らなければならないとか、こういう時はもう国に帰るとか、例えばね、そういうのがきちんとされていけばいいんだけど、それがいわゆる私たちの意に沿わない形になった時が、ああ怖いなと思って。ここがね、手紙とクロスでしょ。十字架だよね。これどっちかな。で、これがこう、ね、いわゆるゴーホームという、ね、状況として捉えていいのか。それともなんかもう一個の大きな歴史が変わるっていう、なんかこう、そういう法律を決めて、もう受け入れなければならないみたいな。そういう状況なのか、どっちよみたいな、どっちよっていう感じなんだけど、はい、補助カード見てみましょう。まあこれね、そう、私たち日本人から見てなんだよね。おお、鎌が出たね。もうちょっと住めるところじゃないかもね。特に子供とかさ、危ないよって言ってる。育てれる環境じゃないのかもしれない。クマ、どんどん凶暴化していったりとか、街がスラム街化するね、可能性もあるし。星、どこまで出す？カード。女性リバースで出たね。このね、まあ、女性と子供にとって非常に住みにくい街になる。街が凶暴化する。特にも女性は外出れないとかね。となると、この条約がやっぱり日本人寄りの条約じゃないものができるのかなと。で結果なんかね、もうとても嫌な嫌な何かを私たちは受け入れなければならないとか。で川口の方とかはね、希望は今現在は持ってるんだけど、このままだったらこの希望がこう途絶えて、いわゆる暗いこう感じになって、こういうね、なんかこう危ない街に
なっていく可能性があるのかなと。アドバイスがな。家とライダーなんだけど、これ本当はもうそれぞれの国に帰った方がいいんじゃないみたいな、そういう感じで読みたいなって思うんだけど、どうもそうはならないっぽいんだよね。ということで、私が見る限りはかなり川口、厳しい状況になるのではないでしょうか。そういう意味では日本人の流出がすごく、大きくなってくるかと思います。はい、以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。